こんばんは。夜分遅くにすみません。わけあって、うちにある私の竿を処分します。早めに処分しないと、ここシェアハウスにしてしまうので、興味がある方は一報ください。今映ってるのマグロとかキハダ、それからクエとかね、大物の用の竿があんまり使ってないのがたくさんあります。ハタとか釣れます。で、リールもね、かなりありますけど、今触ったのは私の電動ジグ用のもので、シマノの最近出たあのスパイラルのやつですね。あれは多分売らないと思うんだけど、大物用は私がキハダ以外のものたくさんありますので、売っていこうと思います。あと下のジグですね、スロージギング私はしません。ちっちゃいものから土佐で使用するロングまでたくさんあります。こっちがね、まだこう出してあるのが使いかけとか使ってないものもあるけど、他にもたくさん使ってるもの、使ってないもの、新品があります。エバーグリーンのポセイドンから、このお手軽なちょっと練習のスロージングにするものとかも、品番がかなり揃っているんですけども、メルカリとかね、ヤフオクとか出してる時間がないので、買い取り屋さんに持っていく前に皆さんに紹介しております。この竿は投げとか、ダイワシマの、あと、シーバスロットですね。この棚にあるのがちょっと高級なリールが多いんですけども、ここだけで一部です。ステラとかね、3つぐらいあるし、押し味がスロージギング用の、ハンドルはカスタマイズしてあるのもあるし、してないのもあります。全く未使用もあるし、レオブリッツなんかはね、ちょっと悪さして塗装してあったりするんで、売りには出せないので、遊漁船などの船長さんにいかがかと思います。5台ぐらいあります。レオブリッツとか、シマノのちょっと、まあ、青物が上がる程度のものですね。それから、今いらってるのが一番大きめのスロージギング用ですね。この辺からがちょっと変わってる。名前がよくわかんないんですけども、シマノかダイワかどっちかで、マグロとかね、今いらってるのは、このシマノの、なんて名前かよく調べておきます。塗装してありますのであんまり高くはないと思います。本当に皆さんのお小遣いで買える程度。トローリング用とか電動リール、それからバッテリーとかねあります。1個赤いリール電動リールは私がキハダ用で取っておきます。ここにあるライン以外にも、ライン巻き装置ではないけどラインを巻き替え装置、かなりきつく巻けます。バッテリー、それから、竿を買うたびについてくるね、ケーブルなども新品から中古まであります。ポセイドンのステッカーですね。この部屋の隣がちょっと今、片付け中なんですけども、かなり、どうやったらこんなスロージギングで重いの使うんだろうと思うようなものがたくさんあります。金目鯛の枠なんかもありますね。金目鯛釣る枠ですね。全く関係ないんですけども、うちにはこの真空管アンプもあります。ご興味がある方は声かけてください。何十万もするそうです。ほとんど、家で使ってて無傷なものがほとんどですね。うちにはこういったね、ダイヤトーンとか、ボーズのスピーカーとか、寝室にもまだあるんだけど、スピーカーだけで多分20個ぐらいあります。天井吊るし型、置き型、足元型、フットね。それからこういったロールスクリーンに反射するやつ。うち寝室に1個あるので、これはいらないので、こういったものが欲しい方におまけで差し上げます。このリビングボードごとね、本当はね、出したいんですけど、テレビとね。でも、ね、かなりの、広島県以外の方には難しいかと思うので、
まあでも聞くだけ聞いてみてください。引っ越し屋さんがね、荷物一つでも送ってくれますのでね。裏はもう